屋に東京選挙区に立候補しております鈴沢亮次でございます。日本改革党という党から立候補しております。なんだか私は死ななくちゃダメなような雰囲気になっておりますけれども、麻生副総理はですね、国を守って死ぬことを若い人は特に頭に入れておいてほしいなんてことを凱旋いたしまして、ちょっと炎上しておりました。若い人に突撃させて、お前ら年寄りは生き残るつもりかみたいな、そういうような炎上の仕方をしておりました。もちろんですね、麻生副総理は年寄りだけでなく若い人も心に留めといてくれぐらいのことで言ったんだとは思いますけれども、私立派なおっさんですけれども、おっさんだって若い人を守るためには突撃しちゃいますよね。例えばですけど、人民軍が日本に攻めてきて戦わなくちゃならないなんて状態になりましたら、おっさんだってそりゃ戦いますよ。若い人ばかり戦わせて、もし滅びず済んだとしても残ったのがおっさんばっかになっちゃったらどうすんですか。それでもやっぱり日本は滅びてしまいます。私は立派なおっさんですが、人民軍が攻めてきたら真っ先に突っ込んでいこうと思います。全く体力はないんですけれども、役には立たないんですけれども、日本人が1名死んだ2名死んだ数の中には貢献できると思います。福島の原発事故の時もですね、60以上の人間が別所を作り特攻しようという話になりました。おっさんが今頑張りませんと、数十年経った時に我々おっさんが全ていなくなった時に、あの時のおっさんたちは何をやっていたんだと今の若い人に怒られてしまいます。それはですね、党の方針として改憲を掲げておきながら、70年も一言一句憲法を変えられない自民党に対して、我々が昭和のおっさんどもは何をやっていたんだと恨みたくなるような気持ちでですね、令和に生きていたおっさんどもは一体何をやっていたのかと、あいつらがだらしがなかったから今こんなありさまだ。今ベビーカーに乗ってるような子供に数十年後にそう言われてしまうんですよ。今回はですね、救助廃止、救助破棄、救助停止、なんでもいいんですけれども、救助なんていう異常な法律をなくしましょうと、こういうふうな公約を大声で掲げて戦っております。10年前なら考えられないことだったでしょう。ですが今は救助は異常だ、その証拠に日本しか採用していないというようなことを品川駅前で大声で叫んでも、共産党員に投げられたりはいたしません。これは共産党員が
年を取ったというのもありますけれども、世の中徐々にまともになっていっている証拠だと思います。10年前は球場なんかなくしてしまえと私のように言ったら、靴沢は異常者だ言われたはずであります。テレビ新聞なども平和を脅かす靴沢を許すなと、こんな風に報道されたと思います。ですが今は品川の駅前で、品川プリンスホテルの真下で、球場なんか異常な法律です。世界中で日本にしかありません。球場で平和なんか守れません。球場は日本人は黙って殺されてろっていうとんでもない法律なんですよと大声で言うことができます。通りすがりの共産党員さん、どなたかいらっしゃいませんか。いいですよ、私の口を塞ぐために殴りかかってきても、それこそが相互主義というものであります。覚悟を決めてこのように私は主張しているんですから、殴られても仕方ありません。球場さえあれば私は幸せなんていう頭のおかしい人も言うのは自由であります。いくらでも言っても構いません。ただですね、それに賛同してくれる人が何パーセントいるかって話なんですけれども、靴沢の主張はこうであります。球場なんかで平和は守れません。球場は日本人は抵抗せずに黙って殺されてるっていうとんでもない法律であります。我々おっさんの代でなくさなくてはなりません。今ベビーカーに乗っているような赤ちゃんがおっさんになったときに、我々おっさん、令和のおっさんは何をやっていたんだと、球場なんてものを後世に伝えやがって、だらしがない、脳なしだ、バカだ、愚かだ言われるに違いありません。球場なんか平和天候でも何でもありません。無抵抗天候であります。あるいは外観誘致憲法であります。球場を守れとやかましく言う共産党や立憲民主党は、日本を人民軍に侵略させたくて仕方がないのであります。ですので、コスプレイや軍事訓練などにも協力しております。日本における平和活動家の多くは防衛妨害活動をやってんですよ。自衛隊の訓練の邪魔してなんで平和になるんですか。それはですね、消防隊員の訓練の邪魔をすれば火事が起こらないなんていうおかしな理屈と同じなんですよ。こんなおかしな理屈に
皆さん騙されるのはやめてください。バカみたいな真似はやめてください。共産党や立憲民主党といったバカに合わせる必要はありません。9条は平和憲法なんかではありません。日本人は抵抗せずに黙って殺されてろっていうとんでもない法律であります。我々おっさんの代でなくさなければなりません。今の10代幼児ベビーカーに乗ってる赤ちゃん、それらの子供が大人になる前に我々おっさんたちが頑張って9条なんていうとんでもない法律をぜひともなくさなくてはなりません、というようなことを訴えさせていただきまして、参院選に立候補しております。残念ですが、投票できるのは都民の日本人の方だけですが、そうだよな、そういえば9条なんか平和憲法でもなんでもねえやと思われた方はぜひ靴沢にご投票ください。別に靴沢は投票はお願いいたしません。ご投票よろしくお願いいたします。お願いして回ってる政治家はろくなこと言ってないからお願いしなくちゃいけないんですよ。普通にちゃんといいこと言ってればお願いしなくても投票してもらえるんですよ。それどころか頑張ってくださいと背中を押してもらえるんですよ。投票をお願いしている政治家はろくなこと言ってないからお願いしなくちゃいけないんです。